東京都ショートショートフィルムフェスティバル&アジア。1863年東京河原、袴姿に鉢巻きをした青年が踏み込む。木刀が交わる。青年の視線がさまよい、相手の顔を捉える。俺、幕府の新着組に入ることになった。そうか。姉ちゃんのことも押したんだけど。盲目の侍などいらぬか。ごめん。トラマル。いい侍になれよ。間合いを取る。その前にもう一度だ。踏み込むも頭を打たれ膝をつく。姉ちゃん、俺が死んだら息子を頼む。虎丸の背後に少年が立っている。任せろ、立派に鍛えてやる。頼んだぞ姉ちゃん。虎丸が木刀を地面に突き刺し、少年と歩き出す。これが盲目の剣士梶木英介と親友榊原虎丸、最後の会話となった。英介を残し二人が去っていく。しかし約束は遥か未来で果たされることとなる。突き刺さった木刀、刻まれた文字が逆さまになっている。舞台は160年後の東京。叩けよさらば開かれ。制作電通クリエイティブクロス、松尾計画ことプロダクション、監督堀内弘樹。荒々しい筆文字でタイトル、サムライソードフィッシュ、カタカナの青い文字が白い英語のタイトルに変わる。東京スカイツリーがそびえる夜の街、暗い空に閃光が走る。2021年東京。ポラロイド写真、二人の青年が拳を合わせて笑っている。写真を剥がし、青年がロッカーを閉める。扉に梶木流星の名札。お前まで辞めることないだろう。ロッカールームの入り口でポロシャツを着た男性が腕組みしている。お世話になりました。流星が頭を下げて出ていく。道路の上を風に煽られた雨が横切る。プール、流星がレーンを見下ろしている。閃光が走り、照明が消える。暗くなった屋内を見回す流星。水面に目をやる。人が現れる。お主、子供は見なかったか。は？そこの河原にいなかったか。いや、どう見ても川じゃないでしょ。見えんのか。目を指さす。あ、すいません。袴姿の英介が流星に近づいていく。壁に当たる。こちらへ手を。流星が腕を伸ばし引き上げる。かたじけない。ここは大学のプールで、こんな時間に子供はいませんよ。ああ、参ったな。だいぶ流されたようだ。なら木刀を見なかったか。叩けよさらば開かれんと掘ってやる。え、見たか。どこで見た。うちの蔵で。暗転。朝、こじんまりとした神社の境内。ジャージ姿の英介が指折り数えて歩く。草履の足を階段に滑らせて拝殿の前に立つ。流星が見ている。ここで再生も。手を伸ばして空中を探り、綱をつかむ。確かにうちだ。すると流星、お主は俺の。
孫の孫の子ってことになりますね。流星。はい。畳の間、神主が木刀を取り出す。英介と流星に刻まれた文字を見せる。叩けよ、さらば開かれん。あなたがこの木刀の持ち主、梶木英介さんなら教えてください。なぜ神社に受け継がれているこの木刀にこの言葉が。英介が両手を差し出す。神主が捧げるようにして木刀を渡す。英介が木刀を縦に持ち、指先で文字のあたりに触れる。俺のではないからだ。ゆっくりと立ち上がる。これは侵入。木刀を高い位置で水平に構える。榊原虎丸の片身。なんと！カツオ殿、榊原家の子孫には会えぬだろうか。カツオの視線が動く。流星がうつむいている。夕方、天窓から東京タワーを仰ぎ見るチャペル。ティムさんは榊原家に婿入りを。メリケンの。やはり日本は開国したんだな。カーリーヘアの男性が立っている。ティムさん。カツオさん、ご無沙汰しております。すいません。流星、お久しぶりです。久しぶりです。ティムが二人と握手を交わし、エイスケに向き直る。はじめまして、ティムサカキバレです。手を差し出す。カジキ、エイスケです。袴姿のエイスケが頭を下げ、ひざまずく。布の包みを捧げ持ち、ティムに差し出す。この刀、サカキバラ家にお返しします。頭上に掲げ、目を伏せる。階層、河原。おとら、もっと思い切り来い。お前の父は、もっと、もっと強かったぞ。木刀を手に、英介と向き合う少年。打ち払われ、木刀が川に落ちる。しまった。待ってろ、今取ってきてやれ。水際に立つエイスケ。震える足を踏み出す。プールに出る。というわけで、どうかお納めください。ティムに体を向け、腰を折る。神は時々不思議なことします。しかしこのソードは受け取りません。その代わりトロマルさんとの約束を果たしてくれませんか。 I would like you to teach my son the spirit of samurai. カツオが歩み寄り、ティムにうなずく。いや、ティムさんは自分の息子に侍魂を教えてほしいということなんです。剣術だろう、いつでも。いや、彼はスイマーでした。流星よりも早かったんですよ、事故に遭うまでは。ね。はい、タイガは本当に早かった。インサート、流星と拳を合わせて笑う青年の写真。立ち並ぶビル群、雲が流れ空が明るくなる。川、釣り糸を垂らす後ろ姿に流星が近づく。英介が肘を握っている。青年が振り返る。そいつが例のヤバい侍。髪が伸び、サングラスをかけている。榊原大河殿か。ドラマルに声がそっくりだ。カジキ、エイスケと申す。この度はお前も末辞めたんだってな。ごめん。なんで謝んだよ。大河殿はもう泳がんのか。言ってやれよ、見えてねえんだろ。
タイガがズボンの裾をめくり上げる。タイガは義足なんだ。去年事故だ。お前には去年だよな。タイガが二人の前に来る。俺にはな、ずっと今なんだよ。エイスケが両手でタイガの体を探る。足元にかがむ。何すんだよ、おい。右足のズボンの裾をめくり上げ、金属に触れる。おお、見事だな。これでは泳げんのか。このままじゃなくて。黙ってろ。タイガ殿。エイスケが立ち上がり、タイガと向き合う。なぜまた挑まない。出たよ。障害者はみんな何かに挑戦しなきゃいけねえのかよ。義務ではない。挑むのは権利だ。挑まないのも権利だろ。もう泳ぎたくないのか。背を向けるタイガ、釣り竿のそばに戻り腰を下ろす。わかった。なら俺が泳ぐ。ウイスキーさん、俺が証明してやる。浅瀬に入っていく。見えるとか見えないとか、足があるとかないとかではない。振り返るエイスケ。挑むか挑まないかだとな。鈴木孝之選手の動画。まあこうやってみないといろいろ気づけない部分ってあると思うんで、まずやりたかったら挑戦してみたらいいと思います。カジキケあった。視覚障害者クラス、計測会で標準タイムを上回れば一応出れるって。流星がパソコンから目を上げる。流星、手伝ってくれ。エイスケが立ち上がる。俺はそれに挑む。プール、エイスケがバタ足で進む。荒川サイクリングロード、エイスケが流星にハチマキを輪にして差し出す。フラッシュバック。盲目の侍などいらぬか。ハチマキを握り拳を突き合わせる二人。タイガの視線の先をエイスケと流星が走っていく。プール、エイスケが大きな水しぶきを上げクロールで進む。富士山を望む河川敷、皇居外苑、たやすもん。エイスケと流星が走ってくる。足を止め門に触れる。エイスケ待て、この先は江戸城。ああ、今は一部入れるんですよ。そうか。俺が先導しますから行きますよ。頼む。二人が走っていく。夜、カジキ家のバルコニー。エイスケと流星が魚を焼いている。花火の明かりがエイスケの顔を照らす。フラッシュバック。侍になれよ。雨の清砂大橋、下を電車が通過する。橋の上、エイスケと流星がハチマキを伴走ロープ代わりに走る。水をかくエイスケ。パソコンの前の流星。プールの終わりを知らせるためにタッパーがタッピングバーでスイマーの頭を叩く。エイスケのフラッシュバック。もう一度だ。踏み込むと同時に頭を打たれ膝をつく。タッピングバーは通常釣り竿の先にスポンジをつけたようなもの。父さん、釣り竿か。プール、エイスケがクロールで進む。流星がプールサイドを走る。先にスポンジをつけた釣り竿を持っている。ゴール際でエイスケの頭をタップ。エイスケが壁にぶつかり頭を押さえる。守る必要さも足らん。強く言ってもらう。分からん。すいません。こんなんじゃお話にならねえぞ。まだ見つかるか。もう一人は。いや、コーチ。とはどういうことだ。タッパーはスタート側とタウン側で二人でやるもので。流星、黙ってたな。俺。コーチが別のレーンを見やる。バタフライで泳ぐ選手。タッパーが頭を叩く。反対側からもう一人のタッパーが歩いてくる。水から上がり笑顔を見せる木村圭一選手。タッパーが流星たちに会釈する。並んで歩いていく3人の後ろ姿。なんだ流星、何が見える。金メダリストだよ。東京パラチームだ。
新意組ですかね。ほう、この時代にも組があるんだ。明日タッパー頼んでみるか。いや、自分で見つけます。流星が足元を見つめる。海を望む公園、英介と流星がビニール傘を刀に見立て素振りする。明日のタッパー頼めないかな。海を眺めるタイガ。頼むよ。夜のバルコニーで流星が電話をかけている。海に向かい英介と流星が傘を構える。釣り竿を持ってきたりしてない。ロッカールーム。釣り竿いるんならそう言えよ。タイガ、ごめん。タイガが壁に寄りかかり腕組みしている。棒ならここにある。じゃ、木刀はまずいだろ。これはな、榊原家の木刀だ。お主の先祖によくこれで叩かれておった。慣れっこだよ。ちげえ、ルール的にだよ。ラッピングバーにはレギュレーションはねえぞ。だがな、木刀でやるバカがあるか。コーチ、買ってくれたんすか。引くな。タイガと流星にタッピングバーを渡す。感謝する。いくら、早く来い。コーチが出ていく。流星がエイスケに歩み寄り、肘を貸して立たせる。足を止めるエイスケ。トラマル、行ってくる。机の上の木刀に目を向ける。流星がうなずき、二人が出ていく。タイガがポケットに手を突っ込んだまま後に続く。木刀に刻まれた文字、叩けよさらば開かれん。タッピングバーを両手で握り構えるタイガ。向き合う流星。タイガがバーを斜め上に据える。その構えじゃ木刀だろうが。プールの中、エイスケがスタート位置に立っている。腰を沈め、壁を蹴り水中に潜る。水をかく上半身が浮かび上がる。滑らかなクロールで15メートルのラインを通過。25メートル。35メートル。折り返しまで残り5メートル。タッピングバーが頭を叩く。流星が拳を握って駆け出す。ターンしたエイスケの進行方向に走っていく。エイスケが65メートルを通過。75メートル。85メートル。待ち構えるタイガ。エイスケが残り5メートルのラインに差し掛かる。インサート。エイスケが木刀を構える。タッピングバーを構えるタイガ。叩けよ。机の上の木刀。さらば開かれん。流星が戻ってくる。エイスケがゴールに近づく。頭を叩かれ壁にタッチする。立ち上がるエイスケ。流星が笑顔になる。タイガがタッピングバーを握ったまま見つめる。エイスケがコースロープに倒れ込む。やったぞ。よし、もう一度だ。タイマーどうなんだ。コーチがかぶりを振る。いいのかよ、喜んじゃってるぞ。初めてなんだ、エイスケさん。ちゃんと泳ぎ切ったの。は？じゃあ、すげえじゃん。うなずく流星。ありがとう。タイガに歩み寄る。ゆっくりと拳を突き出す。インサート。
河原で英介と向き合う虎丸。大河がにやりとして拳を合わせる。笑い合う二人。二つの拳の向こうを英介が泳いでいく。閃光が走る。晴天の一日が終わり、雲が急速に流れる。雨の日に突然現れた侍は、雨の日に突然消えた。プールの水面がかすかに揺れている。虎丸と向き合う英介。二人の姿に青空をつく東京タワーが重なる。ティムが天窓を見上げて佇む。神社、古びた霧の箱にカジキ英介の文字、泳ぐに助けると書く。カツオが蓋を開け、収められた布を手に取る。流星。出て行きかけた流星が戻ってくる。これ蔵から出てきたんだけど、どう見てもシーパンツだよな。流星がわずかに微笑んで空を見上げる。笑みを浮かべるカツオと視線を交わし、階段を駆け降りていく。カツオが楽しげに競泳パンツを眺めている。荒川サイクリングロード。片膝をつき、スニーカーの紐を結ぶ足元。隣にもう一人来る。片足に板バネがついている。タイガ、義足変えたんだ。立ち上がる流星。ブレードだ。ブレード刀。インサート。英介が小虎と素振りしている。タイガが流星から目をそらす。タイガ、お待たせ。やんねえよ。でもなんかやるよ。流星の口元がほころぶ。そっか、行こうぜ。タイガと流星が走り出す。その年、東京にカジキ英介という侍が現れたこと、誰も覚えていなかった。クロールで進む英介。俺とタイガを除いて。走るブレードとスニーカーの足元。流星、タイガ殿、さあもう一度だ。サムライソードフィッシュ。脚本監督堀内弘樹。エグゼクティブプロデューサー別所哲也。プロデューサー遠野聖吾。青空を雲が流れる。夜の高層ビル群や東京ゲートブリッジ、たやす門などを背景にクレジットが流れる。撮影監督熊谷大輔。照明監督小林光生。音楽平沢敦史。音声ガイド制作日本映像翻訳アカデミー。ナレーター君塚ゆかり。ディスクライバー伊藤明。河原に袴姿の英介。木刀を高い位置で水平に構える。夜のバルコニー。流星がタップバーを水平に構える。海を望む公園。タイガがブレードをつけた足のストレッチをする。プール。コーチがストップウォッチを手に選手に声をかける。チャペル。オルガンを弾くティムの背中が揺れる。神社の境内。カツオがほうきを持つ手を止めて空を見上げる。荒川サイクリングロード。タイガと流星が並んで走っていく。協力 T601。 キャスト、英介、飯島ひろき、流星、藤岡舞人、タイガ、虎丸、川原慶生、ティム、マーティー・フリードマン、コーチ、榎本チャンプ光弘、コトラ、トイダ・リク。特別出演カツオ、藤岡弘。特別ゲスト出演東京2020パラリンピック競技大会水泳金メダリスト木村圭一、鈴木隆之、上垣匠、小原良平。オールフィルムドゥオンロケーションイン東京ジャパン。アンテン。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア。東京都。